バガンのダンマヤザカパゴダパゴダとは仏塔を意味する英語である。日本では多くミャンマー様式の仏塔のことを指す。東アジア諸国の仏塔と同様、仏ャリまたは放射利を安置するための宗教的建造物である。ポルトガル語のパゴデが語源とされるが定説ではない。他の説として、ペルシャ語で、心臓の家という意味のブチカダを挙げる説、あるいはタミル語で、 神に属する家という意味のペイガボティという説もある。いずれにせよ、日本でのイメージと異なり、東南アジアやミャンマーと特に関わりがある言葉ではない。パゴダはミャンマー語ではなく、ミャンマー語では、ゼーディー、またはパヤーと呼ばれる。ミャンマーの人々にとって、パゴダは釈迦がいなくなって以来、釈迦に変わるものであり、釈迦の住む家であるとされる。パゴダを建てることは、ミャンマーでは、 人生最大の苦毒とされ、そうすることにより幸福な輪廻転生が得られると信じられている。釈迦の住む家であるパゴダに入るときは履物を脱ぐことが求められ、靴や靴下を履いて入ることは許されない。ありがとうございます。